松本栄一は、日本の政治家、部落解放運動家、土木建築業者。松本慈一郎のおいで養子師にあたる。元衆議院議員松本流の父。元参議院議員。福岡県福岡市、前田市出身。ジップは、松本慈一郎の長兄の松本地七。々。栄一の名は、住吉高等小学校の校長の桜井栄一に、由来し。 松本英一の名も本来は、ふさかずと読ませた。福岡県立福岡工業学校建築科を卒業し、1940年に福岡県庁職員となる。1943年明治大学専門部、政治経済科卒業。1945年、第二次世界大戦終了後に日本社会党、結成に参加、1946年。 福岡県青年同盟を結成し委員長に就任する。1947年には、おじの松本次一郎の秘書となった。1953年、家業である土建業松本組の職員となり1960年に、ブラク解放同盟福岡県連合大会副委員長となった。1966年、松本組取締役社長に就任する。 この年自治郎が死去している。1967年に、ブラク解放同盟中央委員となり1968年の、第八回参議院議員通常選挙に、全国区から出馬し初当選、以後全国区、比例区から5回連続当選を果たした。日中友好協会福岡県連合会顧問などを、歴任した。1994年7月19日、 参議院議員在職中に死去した、73歳遺没。松本寺吉七七栄一。知恵鶴吉。八勝夫。高岡松蔵久。妹林氏、こと。寺一郎イコールイコール栄一流。次郎。さん瑠璃子。恵み。ありがとうございます。